ちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日もですね、皆さんからいただいた質問にお答えするコーナーなんですけれども、僕ですね、この YouTube を、ここ半年ぐらいですかね、ほぼ毎日更新をしてるんですね。で、視聴者の方からですね、どうやって毎日動画を更新してるんですかっていう質問が来まして、一応ですね、僕なりにというか、毎日更新するために心がけてることというか、秘訣みたいなものがあるので、今日はですね、ちょっとその話を簡単にしたいなと思います。その毎日更新の秘訣なんですけれども、僕はですね、もう単純に2つだけだと思ってまして、その2つっていうのがですね、計画とあとルーティーンですね。この2つ、ちゃんと計画をしっかりして、それをちゃんと毎日続けられるようにこうルーティーンに落とし込むっていうこの2つなんですね。今日はその2つについてですね、ちょっとお話をしたいなと思います。正直その2つさえできてしまえば、別に動画じゃなくてもそのブログでもそうだし、勉強でも多分そうだし、趣味もそうだし、いろんなこと応用できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、まずは1つ目ですね、計画のところなんですけれども、やっぱりこう毎日更新するにはですね、行き当たりばったり今日この動画作ろうっていうのは結構難しくて、今までブログの頃はですね、割とそれができてたんですけども、動画ってやっぱり先にこう動画を撮ってネタも考えて、それを撮影してまた編集してっていう形で、結構工程がですね、複数に分かれているので、より計画を立てないと毎日更新するのは結構難しいんですよ。なので僕はトレロっていうサービスを使って、YouTube のですね、計画を立てて、それをこう、運用してます。で、このトレロってサービスですね、かなり有名なサービスでして、簡単に言うと、ボード型のタスク管理アプリですね。ただのタスク管理アプリじゃなくて、ボードごとにこの進捗状況というかステータスをこう、管理できるので、これ動画だけじゃなくてですね、本当に仕事で使う人も多いですし、チームでタスクの運用とかもできたりするので、かなり便利なアプリですね。で、僕はこれを、動画の更新用にですね、一つこのボードを作って、管理をしています。で、僕のトレロの、内容なんですけれども、こんな感じで分かれていて、主に、5つですね、分かれてます。1つは、コンテンツ案ですね。どんなコンテンツ作ろうかな、どんなネタのことが、できそうかなっていうのを、日々ですね、考えた思いついたネタを、書き留めておくところですね。この中から、これは使おう、採用しようとなったものを、次のボードに、進めていきます。で、その次のボードがですね、プロット済みっていうもので、前の動画でもちょっとお話をしたんですけれども、僕はですね、最近動画を撮る前に、どんな話をしようかなっていうのをこう、プロットですね、台本を考えて、で、その内容に従って動画を撮るようにしてます。なので、しっかりですね、ネタとして思いついたものをちゃんと説明できるように自分の中で整理するっていうのがこのプロットの段階ですね。その後はですね、素材 OK ってタグがあるんですけれども、これは何かというと、プロットに沿って動画撮影し終わったコンテンツに関してはここの中に入れています。そしてその次の公開待ちっていうのが、もうその動画の編集も終わって、あとはもう公開をするだけだよっていう状態のものですね。大体ですね、計画的に毎日出したいなと思っているので、2本ぐらいはですね、ストックを持って、運用するようにしてますね。最後にですね、公開済みっていうボードがあるんですけれども、これは本当に名前の通り、もう公開し終わったものを、この中に入れてます。で、この公開待ちと公開済みのものに関しては、さらにですね、スケジュールの管理もしてまして、こんな感じですね、もうどの日にどのコンテンツを公開しますっていうのをあらかじめスケジュールに組み込んでおきます。なので見ての通りですね、これ毎日ずっと更新するためにですね、全部、スケジュールを組んでるっていうような感じですね。やっぱりこう自分的にもですね、これがやっぱりこう並んでるとやっぱり気持ちいいんですよね。なので、こうできるだけこう毎日ちゃんと更新ができるようにっていう形で、スケジュールを組んでます。で、これが1つ目のポイントの、計画を立てるっていうことなんですけれども、正直計画立てるだけだと、今やらなかったりとか、あとはこの計画を立てるってことすら忘れちゃったりするんですね。なので、僕がもう一つやっぱり大事にしているのが、2つ目のやっぱルーティーンのところですね。この計画を立てるっていうことも含めて、1日の中のどの時間でやるのかっていうのをちゃんと考えて、で、そこでちゃんとやるようにしています。僕がこの計画だったりとかプロットの管理っていうところをどこでしてるかって言いますと、もうですね、朝の1時間ですね。僕のツイッター見ていただいている方はわかるかなと思うんですけれども、僕は必ずですね、朝出勤する前に、1時間半ぐらいですね、近くのカフェに乗って
て、でそこでこう、まあ、自分の時間をこう取ってから、出勤をするようにしてるんですね。この1時間半のところで僕はこの計画の部分を、しています。まあ、具体的に何をしているかというと、まずはコンテンツ案のところですね。まあ、ちょっとポッと思いついた時に、メモとして取っておいたりしたものをちゃんとですね、まあ、コンテンツ案として、整理をして並べておく。まあ、あとはですね、こう自分で考えたらこう出てきたりするものだったりするので意外と。なので、まあちょっと5分とか10分とか時間を取ってコンテンツ案をこう補充をして、で、ある程度その、まあ、コンテンツ案があったら、次はですね、プロットの作成ですね。まあ、どんな感じでこう、まあ、動画を説明しようかなっていうのを、僕はこの朝の時間に考えてます。まあ、一つ、まあ、台本作るのに本当に5分とかしかかからないんで、まあ、ささっとやるんですけれども、正直これ朝じゃないとなかなか頭働かないんですよね。夕方とかになっちゃうと、この整理をするとか何か物事を考えるって結構難しかったりするので、まあ、朝のですね、時間を使って、まあ、プロットを書いてしまう。で動画の撮影に関しては、まあ、朝空いた時間とか、あとはまあ夜帰ってからっていう形なんですけれども、そこから先のスケジュール設定に関しても僕はあの朝にやってます。まあ、この1週間どんな感じでこう動画公開していこうかなっていうのをこう朝のうちに整理をして、まあ、それに間に合うようにですね進捗を進めていくっていうような形でやってます。で結構こういう考える作業は朝にやって、で、まあ、撮影した、まあ、動画の編集とかって割とそんなにあの頭使わないんですよね。切って貼って切って貼ってっていうのがほとんどなので、家に帰ってですね本当にこう音楽を聴きながらとか本当にこう横目でテレビとか見ながら動画の編集をしていますっていう形で毎日やってますね。なので、まあ、最後まとめるんですけれども、まあ、なんで僕が毎日こう動画を更新できているかというと、まあ、一つはですねやっぱり計画をちゃんと立てているからというところですね。でもう一つはそれをちゃんとルーティーンに組み込んで一日の中で必ずそれを考える機会を作るっていうこの2つで実践しています。まあ、僕の場合は動画なんですけれども、正直僕受験勉強の時とかもこんな感じでやっていたので、まあ、同じようにですね、まあ、計画とルーティーンっていう2つのことを考えながらですね、まあ、何か継続をしたいものがあるっていう方は、参考にしてみてもらえると嬉しいです。まあ、こんな感じですね、まあ、他にまた質問があればお答えしますので、まあ、ぜひコメント欄で教えてみてください。はい、というわけで、今回の動画が良かったら、チャンネル登録もしくはいいねですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。